2022明治安田生命 J1 リーグ第5節埼玉スタジアム2002から浦和レッズジュビロ磐田の一戦です。まあ実は今日の先発で浦和が唯一点を取っているのが江坂なんですよね、はい、そういう意味ではより江坂をゴール前ゴール近くのでプレーさせたいという思いはあるんじゃないでしょうかね、はい、ジュビロ磐田伊藤監督は、まあ、相手によって最終ラインの並びをちょっと変えたりとかボール持った時と持ってない時で並びもちょっと変えたりとかいろんな試行錯誤、試行を凝らしてますがベースはジョークさんこの 3-4-2-1 ですね。そうですね。あこれユカがいたナイスキーパーガッツポーズ三浦ユンカーを一つ生かしてきました浦和レッズ。ここも中に小泉が入って受けたところで幅を取る酒井がいて、はい、まあ、ユンカーのこのポジション取りの速さですよね、手前に犬飼のヘディング先発起用にこのコーナーからもヘッダーで応えました浦和先制です。アシストはこのロドリゲスサッカーを具現化する申し子岩尾です。決めたのは犬飼。なかなか点が取れずに悩んできました浦和、このゲームは早い時間に点を取ることに成功しました。後ろ4枚気味で動かし、おっと江坂で取ったキャスパーユーカー、もう一回ユーカーが打ったー先発起用に応えましたキャスパーユーカー、今季初めての先発ゲーム11分浦和に2点目をもたらしました。ニアのゴロっていうのはお互いの意識がこう本当にあったプレーですし、まあ、この後これが意図的かどうかちょっと分かりませんけども落ち着いたプレーでしたね、まあ、最後のここはかわしましたね。彼は蹴るのは遠藤康人、真ん中ヘディングシュート1点返した鈴木優斗、セットプレーから即座に1点差にしましたジュビロ磐田、鈴木優斗です。江坂が追い直し、浦和の方は構えるときは中を絞った 4-4-2 で構えてます。小泉のスルーパス、キャスパーユンカーが抜け出しての左足、ナイスキーパー三浦しのぎました。今日2本目のビッグセーブ、前節といい今節といいチームを救います三浦。さあパスが出ます、キャスパーユンカー、後ろから伊藤敦樹、これはあー PK を取りました。カウンターから PK 獲得、まあ、ユンカーこれうまかったですけども、伊藤敦樹が長い距離よく走りましたね、はい、ショルツの PK、 浦和3点目、3対1、カウンターでハンド誘発、 PK を決めたのはセンターバックのショルツです。いやセンターバックとは思えないですね。どちらに落ち着くか、
モーベルグ踏み込んだ、入ってきた、モーベルグ、モーベルグ、モーベルグ、登場から2分と45秒、笑顔のロドリゲス監督、ついに合流した浦和の新しい10番、4点目をもたらしました。このステップ一つでシュートコース作りましたね。はい、まあ、おそらく左利きっていうデータは入ってるでしょうから、左に行かしたくないって思いもあったと思うんですけど、うまいステップで花道作りましたね。ちょっと捕まった、うん、いい守備だ。はい、モーベルグ、モーベルグ前で外して左足、ナイスキーパー、4回目のビッグセーブ、三浦です。まあ、モーベルグの形でしょうね、これが。圧力かけていたのは犬飼です。伊藤マキットに当てて黒川は外に残しました。鈴木優斗マイナスから打ってきた、ナイスキーパ ー西川、素晴らしい反応でした。いや、これ各々に素晴らしい技術でしたね。はい、鈴木優斗、まあ、これでもボックスに4人入っていく形を見せました。おーっと、うん、江坂奪った、伊藤真希人から奪った、うん、名前江坂行く、江坂打つ、ナイスキーパー、また三浦、これはちょっと捨て球気味に蹴りました犬飼。ファイナルホイッスル、浦和レッズホーム2連勝、鳥栖に敗れた嫌な流れを止めて代表ウィークに入ります。一方、2戦リーグ戦負けなしだったジュビロ磐田、2節の清水戦以来の黒星ということになりました。